今日のトレタマはよくコンビニエンスストアのドリンクコーナーなどで見かけるこういったスライダーなんですが、これってローラーがついてて滑りやすくなっている反面でパーツごとに組み立てる必要があって結構大変なんです。そこでこれに代わるものとして今回新たに開発されたのがこちらなんですが、特にどこにもローラーなどはついていません。1枚でできた板なんですけれども、これを今までと同じように棚の上に敷いてこのようにやると自然に滑り出してくるというものなんです。このスライダーはエアコンなどのフィルターを扱っていた金型メーカーが独自の加工技術で開発したものなんですが、もともとのローラータイプに比べると低コストで実売価格で3割から4割安く供給できるということなんですね。単に棚が斜めなだけなのではと思われるかもしれませんが、ボトルをこうしておいても決して落ちてこない、緩やかな傾きなんです。ところがこのスライダーをこうしてセットして置くとこう落ちてくるわけなんですね。しかもですね、このスライダー今の面だけではなくて裏返しにしてセットしても落ちてくるという不思議な構造なんです。これ素材はプラスチックなんですけれども、断面を見るとですね、先がちょっと尖った仕組みになってるんですね、その上に乗せる商品との接地面積が少ないから摩擦減りますよね、そうするとスルスルっとこう滑り出してくる仕組みになってるんですが、従来のものっていうのは徐々にこう滑っていくとすり減っちゃうんですが、今回耐久性が強いものなので長期間使えるんです、はい。